ドラが3品。苦しいね、今度ドラがね。そうですね。ちょっと親番でこの相手だとね、ダブルショー苦しい。はい。ああ、すみません、ウォーターにプロいいじゃないですか。はい、いいですね。まあでもみんなね、そんな飛び抜けて速い人いないですね。うん、これだと、まあ角次第。うん。近藤さんや萩原さんにもまだチャンスは残されてるんですか。萩原さんもチャンカにも、ね、そうですね。ちょっと789ですね。さあ大将戦トンニ局2本場を迎えました。まずは総合トップのモンドハイチームが。展望を増やすことなく、まあ、平和に終わったなっていう感じなんですかね。うん、そうですね。あのトンパツのあれこれ告知考えてるから。見ますよね。ね告知考えてるね。はい、おウソアンコシでいいシャン一応いいシャンテン。はい。でもとりあえず。ヒューマンイーソーシャーハクですね。そうですね。狭く来ましたか。さあどうでしょう。うん。あ、9番子にした。これは萩原さんが欲しい。はい、はい。これでもう9番がないんですよね。はい。あ、1枚切れてますね。切れてるんで。なるほど。じゃあ先にテンパって大谷プロから出ない限りは国士無双の上がりがないと思うということですね。ないですね。萩原さんここからピンズの本一とかねちょっと切り替えも考えてるから、うん、自配化さんといい形のいいシャンテンになりましたね。はい、いやー今度これはもうメンツができないね、はい、厳しい。いやー本当ね苦しいですよね。親番はやっぱどうしても維持したいですからね。一回短期の内回しかなこれ。そうですね。いい層いい形ねなってる位置ですね。いい層とかパーマンとか引いてる位置じゃないですかね。タメンちゃんでリッチ行きたいですね。急層短期の仮テンパイというところか。あれ、これは国士行っちゃうか。ヤンシャンテン、はい。とりあえず被りないですね。被りなしですね。三シャンテンですね。失礼しました。チーピンはローピン自分で切ってますけれども、あ、今萩原さんからウーピンが出てきたのがちょっと気になって、うん、結局国士だろうなっていうことになると、うんうんうん、まあ自分に9はあんこだからね。そう、まあ、9も打たない限りは上がりやすいですね、うん、自分から4枚見えてます、ね、9は場に出てるんだよね、はい、そうです。場に1枚なんて、まあ、上がりがね、はい、国士だと上がりがないことは分かってるから、ね、はい、あれ、これでこれで、実質いいシャンテンでね。そうですね。かぶりないですね。はい、お、佐々木久人が3ピンをポンしてギャンシャンテン。食いたんでね、なんとかさばいていくってことなんですが、おっと、おう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 、これこれこれ、もしジャン等がないから何引いても国士天敗だけど9番なんでね。そうなんです。そうなんです。9番は大谷に握りつぶされてる。その状況をどう利用するかですよね。そうですね。空手が分かってるから、うん、かわいそすぎる。これちょっとかわいそすぎる。だからバトルロイヤルチームから嘆きの声が上がってます。これ天敗ですもんね。9番待ち、天敗9番待ち、はい、すごいね。でも転廃するのがすごいね。いや、すごいですね。すごいですね。でも分からないね。9は切るかもしれないね。これでも意外と気づかれてるかもしれないですよね。から大谷は知ってるっていうことが、あの切り方の間とか、うん、そうですね。チューンとか躊躇なくね今切ってたから。これでリーチかな。あれ何引いたの。あー、まあ、バーマンなんかね、想像できれば想像くっつきの方が良かったですけどね。多分やっぱもうまだ待ち。うん、あれでも例えばローマンとか入ってきたらどうするのね。これ9万出る可能性ありますか。いやさすがにウソも切るんじゃないですか、うん、あ、そうだね、うん、あ、ウソかリアンソか、うんうん、リアンソでもいいですけど。そうですね。9万切りたい。あれウソ、うん、ウソ切ればいいんですね。ウソ切りっていうのもあるの。七番パワー。あ、え、いた、これだ。いや、バトルロイヤルチームの皆さん
皆さんマイク取って感想を聞かせてください。余ってないからね。いや出ないと思ってたんですよ自分も形としてはね。あれ、まあ、気づいちゃいましたね可能性に。萩原さんが引き込んだんでしょうね。さすが大将。